おはようございます。太田です。今日は12月8日土曜日です。本日発売されるのがエアジョーダン11コンコルドですね。これを待ってました。今回の特徴はここですよね。このナンバリング45。ジョーダンが復帰した時の背番号が入ってるんですよね。他のやつはこれは以前購入したジョーダン11の赤白なんですけど、ヒールの部分は23なんですよね。この23に戻る前の45の状態の11、これはやっぱり欲しい。あ、まず、30秒前です。なんだかんだでちょっと今日時間がなくて、もう来ますね。アトモスの方が多分当選しやすいですよっていうコメントいただいたんですけど、今日は慣れたスニーカーズで行きます。5秒前です。来た、よいしょ。あれ、ちょっと待った、パスワード入ってなかったね。いやでも大丈夫、スピードでない。あ、あ、違う。はい、順番待ちです。ちょっと時計見ずに喋ってたらあっという間に30秒前でした。今9時1分になったばっかりなので1分以内にはできてます。ちょっと結果が出るまで11がどんな感じなのか見てみましょう。11ってほんとかっこいいですね。このエナメルのやエナメ、お、きた、来ました、やったー、ジョーダン11ゲットです。いやー、よかった。で、次なんですけど12月10日、これどうしようかな、まだちょっと悩んではいるんですけど、ミドルカット、ミッドカット、こっちをチャレンジしてみようか考え中なんですが、ちょっとまだ考え中です。で、さらにここなんですよね。14日金曜日エアジョーダン1、すごいのが来ましたね。スパイダーマンの映画の公開を記念してこのエアジョーダン1が登場ということで、めちゃくちゃかっこいいんですよね。これが、これ今回のコンコルドみたいにゲリラ販売あったりして、なのでちょっとそれを気にしながら当日まで行こうかなって考えてます。いやー、エアジョーダン1楽しみですね。はい、ということで今回はスニーカーズからエアジョーダン11コンコルド挑戦して無事ゲットすることができました。ずっと狙ってたスニーカーなのでもう本当に最高に嬉しいです。なんか声低いのでなかなかこう伝わりにくいんですけど、今頭の中はお花畑になってます。まあとにかく本当に買えてよかったです。届いたらすぐに開封動画上げようと思います。といった感じで今回の動画はおしまいです。ではまた次の動画で、さよなら。